ちは、ずんだもんです。こんにちは、私は四国メタンと申します。今回は大宮から富山に観光して、金沢の試合を見に行ってきたのだ。投稿者は夏季休暇を利用したから、このような日程にしたのね。金沘には兼六園とか内灘に観光したことだって。富山にはまだ行ったことがないから富山にしたのだ。金沘線でふと思い出したんだけど、昔トリニータの選手たちが大分から金沘まで電車で行ったことがあるのよ。なんだそりゃ。記憶があやふやだけど、確か2015年の金沘アウェーで一度そのルートをしたことがあるのよ。でもいくらネットで探しても検索に出てこないのだ。確かコラムかなんかで読んだ記憶があるんだけど、勘違いだったらごめんね。知っている方がいればコメントで教えてほしいのだ。金沢に着いたのだ。サッカーの試合以外で来るのは初めてね。ちょうど金沢駅前のバスロータリーでツエーゲンサポさんから水引きをいただいたのだ。しかも手作りで対戦相手のチームカラーに合わせて作っているのよ。もてなしのレベルがすごいのだ。さすがにプライバシーもあるから消音にしているけど、明るい方だったわよ。それじゃバスに乗って移動するのだ。スタジアムに着いたのだ。早速スタグルを食らうのだ。ボリュームがすごいわね。ご飯の上に担々麺のスープがかけられているのだ。一口食べてみるのだ。うまい。これがやりたかっただけでしょ。ご飯に地蘇が鼻に抜けて良いアクセントになっているのだ。そのおかげで担々麺スープのこってり感にワンクッションが入ってくるのだ。なんか食レポうまくなった。今年のアウェーのスタグルでこれが一番おいしいのだ。それじゃスタジアムに入って選手たちを応援するのだ。Thank you.
きっと守備の修正はされているはずなのだ。そうね、大宮戦の観戦記でもそのようなことを言っていたわね。だから先制点が入ったらそのまま試合が終わると予想するのだ。まさかこんな試合になるとは誰もが予想しなかったのである。すごい試合なのだ。3対3の試合を生で見たのは初めてかもしれないわ。個人的には両チームの監督の長所と短所が前後半で見れたことなのだ。前半戦はさすが柳下監督、戦術と対策が練られていたわね。トリニータで言えば羽田選手の起用法には疑問が残るのだ。アウェーの秋田戦ではセンターバックで起用されて生き生きと守備していたのが印象的だったわ。羽田選手はアンカーやボランチよりもセンターバックの方が生きると思うのだ。例えばペレイラ選手をアンカーにしてセンターバックに羽田選手を入れ替えた方が良かったかもしれないのだ。あくまで結果論だけど選手配置を見直すことも重要だと思うの。とはいえ花崎選手のゴールを生で見れて良かったのだ。三沢選手のアウトサイドキックからのゴールは圧巻ね。攻撃面はちぐはぐな場面があるけど3得点できるチームでもあるから少しだけポジティブなのだ。次回はどこのアウェーなのだ。次は横浜 FC との試合よ。強いのだ、怖いのだ。最近は下位の苦戦している印象だから対策次第では勝機もあるわよ。それでは来月の横浜アウェーを楽しみにするのだ。今回もご視聴ありがとうございました。また会うのだ。